はい、勝手に思いつき企画第4弾、こちらはですね、顕微鏡でバイカラートルマリンです。はい、こちら、見覚えのある方もいらっしゃるかもしれませんが、あれはいつでしたっけ、お正月だからシーズン4ですね。シーズン4の時の仕入れ職人のインスタグラムに、リカットが上がったばかりの時の、インスタがアップされてますけど、なぜかですね、ちょっと出品をする機会を見失ってまして、忘れてたわけじゃないんですけども、いつ出そうと思ってて、今日になってしまったんですけども、まあ、結果的にですね、この勝手に思いついた企画に、ぴったりだったかなという、意思になります。ご覧のようにですね、微妙に、ネオン感のある、綺麗なピンクなんですよね。で、それと、ゴールドっぽくも見える部分とのバイカラートルマリンになります。まあ、トルマリン特有のですね、インクルージョンがありますけれども、まあ、なんとも可愛らしい色合いと綺麗な発色と、そしてこの独特のゴールドっぽい部分の色合いとという、まあ、本当に面白い、一石になります。そして、仕入れ職人もインスタでコメントしているようにですね、このゴールドっぽい部分の中に、虹色のキラキラ光るインクルージョンがあります。まあ、なかなか出品できなかった理由の一つに、それがなかなか捉えられなかったんですけども、まあ、今回ですね、こんな企画やって顕微鏡でやってみたら、幸いにもですね、なかなかその捉えられなかったところが出てきてくれて、だから、結果的には良かったなと思います。この顕微鏡撮影をして、で、今あれですね、顕微鏡で、こう合わせながらLED もちょっと当ててます。キラキラ、見えやすいようにと思って、両手を使ってるので、ごめんなさい、すごくピントが合わないところもあるんですけど、ブレちゃって、だけど、まあ、このようにですね、潜んでた虹色のインクルージョンを確認することができました。こちらをですね、第4弾で、どのように出品しようかは今検討中ですが、この動画をまずはアップしてですね、商品ページを作成するまでにちょっと考えをまとめたいなと思っています。まずは、動画をご覧いただけるように先にこれをアップしておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まだちょっと時間残っちゃいましたけども、はい、楽しみにしてていただけたらと思います。お正月からお待たせしちゃったタイプの石になります。すいません、これを機会に見てみてください。よろしくお願いします。